されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。明治安田 J2 リーグパジアーノ岡山対徳島ヴォルティス、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。明治安田 J2 リーグ、スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。この時間はパジアーノ岡山対徳島ヴォルティス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。サイドを紹介します。皆さんから見て右に攻めるのが岡山、画面右側が徳島。スペースへ、これはいいディフェンス。うわ、取らないですね。石尾、田向かい、石尾、キョンリオ、渡り、西野、柳、藤田へ、グレイソン、ここで前を向けるか、つながります。ディフェンスこれを読んでいた。渡り、多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。若さ、パスでつないで攻め込んでいきます。ボールを受けてシャビエル、このボールに触ります。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。ブラウンノア、小玉へ、岩渕、グレイソン、藤田へ、若さ、シャビエル、さあチャンス、シュート、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。小玉、田向かい、小玉へ、グラウンド、アーチのようなパス、いいボール入りますよ。杉森、ここはかわせません。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。シャビエルへ、藤田、ガブリエル・シャビエル、このボールをカットします。グラウンドはここは下げます。橋本、森、ここでファールがありました。ディフェンスこれを読んでいた。渡り、多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。若さ、パスでつないで攻め込んでいきます。ボールを受けてシャビエル、このボールに触ります。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。グラウンドは小玉へ、岩渕、グレイソン、藤田へ、若さ、シャビエル、さあチャンス、シュート、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。小玉、田向かい、小玉へ、グラウンド、アーチのようなパス、いいボール入りますよ。杉森、
ここはかわせません。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。シャビエルへ、藤田、ガブリエル・シャビエル、このボールをカットします。グラウンドはここは下げます。橋本、森、ここでファールがありました。藤田、ガブリエル・シャビエル、このボールをカットします。グラウンドはここは下げます。橋本、森、ここでファールがありました。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。杉森、ここはかわせません。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。シャビエルへ、藤田、ガブリエル・シャビエル、このボールをカットします。グラウンドはここは下げます。橋本、森、ここでファールがありました。渡りへ、橋本、シュート来た、先制徳島。前半のアディショナルタイム見事なゴール。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないと、なかなかこういうゴールは生まれないですよね。とリスタートと思いきや、ここで笛。前半から得点が動いています。さあ、まずは前半が終わりました。岡山としては前半の半ばぐらいまではね、いい戦いをしているなと思ったんですけどね、結局先制